くにこキッチンへようこそ。今回はいちごサンドを作ります。おいしい生クリームを作るコツをご紹介します。まずボウルにグラニュー糖大さじ1を加えて、その上に冷えた生クリーム 200ml を入れます。氷水の上にボウルを重ねて冷やしながら高速で泡立てていきます。最後に低速で泡立てると大きな泡が消えて滑らかな生クリームになります。これもポイントですよ。そしてもう一つのポイント、サワークリーム 30g を加えて再び泡立てます。しっかり角が立ったら OK ですよ。サンドイッチパンの上に乗せましょう。いちごは優しく洗ってからヘタを V 字にナイフでカットします。こんな風にいちごを並べて三角にね、カットしていきます。たっぷり上から生クリームを乗せてパンを乗せたら、ラップでしっかり重ねて包みましょう。切る方向をペンで記しておきます。3時間以上冷蔵庫で冷やしたら、美味しそうにできましたよ。三角サンドとそれからまっすぐカットするタイプ、どちらも断面萌えで美味しそうです。お試しくださいね。くにこキッチンでした。